こんにちは、はじめしゃちょーです。絶対ありえないことってあるんですよ。例えばですよ、僕が動画で女の人と一緒に寝ているって想像できますか？まず無理なんですよ。まずできないんですけど、今日はあえてそれをしてみようと思います。なんと今日のゲストはこちらの方です。どうぞ。お願いします。お願いします。お願いします。すげえ、本物だ。なんとあのトップ YouTuber サンコイチさんのマネージャーさんです。よろしくお願いします。あのトップ YouTuber サンコイチさんのマネージャーということで、あのちょっと胸が痛いんでよろしく。サンコイチの見どころは、サンコイチの見どころはですね、そのアットホームというわけで、なんでサンコイチのマネージャーさんだけがうちに来てるかっていうと、大阪に行ってたらしくて。そう、大阪に行っててね、台風で停電してなんかいろいろ動かなくなって家に帰れなくなって、うちに急遽来たっていう流れです。はい、そういう流れですね。サンコイチ連れてこいよ。何か聞こえた。いや、ざっくりません。というわけで、このマネージャーさん何がすごいかっていうと、見てください、この髪の毛。あ、ちょっと顔はいいです。キューティクルがすごいんですよ。すごい、マジですごい、すべすべ髪の毛が。ちょっと横お願いします。横、おっ、前、もう一個横お願いします。おぉ、こっち見てください。おぉおぉって何ですか。僕、男でこんなに髪の毛綺麗な人見たことないんですよ。はい、ありがとうございます。でも女の子でも僕言われますからね。女の子にそのキューティクルさを羨ましいってめっちゃ言われるんで。あ、かわいい。え、かわいい。さては可愛いですか。いや、なんかパッと見本当に女の子に見えるんですよ。このトリックアートを利用して、あっちのはじめアミューズメントパークに今から僕は寝るんですけど、この子と一緒に添い寝して寝ます。パッと見こうやってたら、多分どう見ても僕は女の子とハグしてるんですよ。っていうのを実際やってみて、ハグしてるのを見て、多分うちに来た人たちは、はじめが女と添い寝してるってなるんですよ。その様子をちょっと楽しみましょう。というわけで、まずはちょっと服装を、寝てる感じを出すためにちょっと女の子っぽい服装にちょっと変身してもらいましょう。ドンキで買ってきました。はい、うわー、これはきつい。じゃあ、いけます。絶対似合う。これはきつい。でもこれは普通になんか、あ、これはでもメンズでもね、そうそう、いけそうですね。ただちょっと気になったのがこっちですよね。完全にまず色的問題とキャラクターもの、え、ちょっと待って。ちょっと下2つあんの。これは今知った。え、スネ毛生えてます。いや、もうこれ絶対こっちでいいでしょ。うんうん、いやいやいや、はじめさん、うんうん、完全に別で買いましたよね。いや、ムッチさん、これですよ。めんどくなったんでやめます。いや、いけるいける。白い華奢な指先、そしてダボダボのズボンからのミルキーの服、そしてこの萌え袖からの胸ちらからのおっさんです。いや、女ですよ。後ろ見てください。妹っぽい、なんか妹感がすごい。お、今いい、今女だ、今女です、今女です。あ、でもふとした時おっさんなんですよね。ターゲット朝に来るんですけど、朝の前にちょっと今いるメンバーに一回テストで仕掛けてみようと思います。え、どちらさんですか。え、え。申し訳ないです。お邪魔しました。なるほど、なるほど、という感じか。え、本当にどちらさんですか。え、人形どうだった、パッと見。いや、全然本当に女の子だと思いました。見ました。はい、イエーイ。作戦通りだった。作戦通りですね。いや、本当にお邪魔してしまったな。え、イエーイ。え、ま、何やってんの、この子。え、おはようございます。え、女と寝てんじゃん。え、待って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 待
どこかや。